チャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いします。応援リーダーの、田野さんとスクリーンリーダーもくちゃんです。よろしくお願いします。なんかコンビみたいになってきますけど、はい、今日は、こちらですね。ちょっとゴール幅が公式のゴールよりちょっと2個くっつけてるんで広いんで余りが出ちゃってますけど、そこは気にせずに、あの四つ角神コースと言われる四つ角ですね、あそこに打てばどんなキーパーでもゴールが入ると言われてる神コース、あの神コースにいろんな種目というか設定でルールでスクールリーダーのもくちゃんと勝負していきたいかなと。でこれあの選手とあの勝負する企画で作ったんですけど、デモンストレーションというかまだやったことないので、もくちゃんすごいいいキック持ってるんで、しかもスクールリーダーなので、僕は応援リーダーですけど、こっちはスクールリーダーなんで、負けないように勝負していこうかなと思います。で最初は15秒で4つありますね、的が、はい、何枚抜けるかっていう。1枚も抜けないのはちょっと恥ずかしいかなと。僕はなんか最低でも3枚ぐらいいけそうかなって感じしますけどね。15秒あったらね10本はいけるそうですかね。そうですね。アクシデントがボールが9個しかないですだからルールこうしましょう。今日のルールは自分で持ってって自分でやる、それ蹴るで20秒1回は当たんなかったらカットしてくださいね用意スタート。あーいこう、あのボール空気入ってないやったあと8秒あと8秒やばいやばい4、3、2、1終了。蹴るタイミング遅いわ。ちょっと、うん、ちょっとあの本物を見せます。え？本物？元プロだっていう、はい、証拠見せます。ボクちゃんは記録ゼロということで、また悔しがってますけどね。はい。はい。スタート。よし。ああ違うな。わあ高速系。はい。あと10秒。ああ違う、やばい。5秒 4、3、2、1 終了。言う割にはリーダーすいませんリーダー、いやこれ結構きついよ。体力的にもきてますね。嬉しいって言ってますけど、お互い当たってないですかね。傷の舐め合いみたいになってます。これじゃダメですよ、子供たち見てるから。子供たち示しつかないんで。でもすいません、行きましょう。ボッチャンチャレンジ、よーい、スタート。おいや、惜しい。いやちょっと違うな。あ、なんだ。ボッチャン時間ないよ。残り10秒。おー、ボッチャン全部一緒の場所、歩いてしまう。2、1、終了。いや、これ。じゃあ、いける。惜しい。来た。惜しい。残り10秒。惜しい。4、3、2、1、終了。ね、今当たったよね。違う？当たれない。VR を。はい、VR を。それではボクちゃん元気よく、はい、よーいスタート。当たった、1本当たった。本当に、はい、いや
残り5秒4 3 2 0。いいね、1個当たった。当たりました。1個当たった、はい、よい、はい、スタート。あ、やばい、全然ダメ。これ残り10秒。あ、起きた。あ、全然違う、やばい。2 1、終了。イエーイ、勝ちました。スクールリーダー僕ちゃん勝ちました。マジで悔しい。これ今スピード系のあの対決だったんで、次はボール8球で1枠2個ぐらいのイメージで持ち玉があって、一応当たんなくても最後の1球まで蹴れます、で何箇所当たるかっていう、1個当たったらもうそこはもうなし、まあストラックアウトみたいな、ストラックアウトと同じような感じですね、当たっちゃえばもうそこはもうクリアで次の的っていう。なのでこれはさっきと違って本当の技術っていうのが見えてくるんで、こっちの方がどっちかといったらこうサッカー選手には必要ではあるかもしれないですね。なんか先も実力じゃない、ね、そうなんか負け惜しみが多いよね。じゃあ俺から行こうか。じゃあ田野さんから。じゃあ行きますね。元サッカー選手なんでプロの、僕はあの現役時代左サイドってポジションやることが多かったので、どっちかっていったらこう左からカットインして逆サイドのあの右隅あそこに蹴るっていうのが多かったので、あそこにシュート決めるっていうのが公式戦ではちょっと J リーグでは取ってないですけど、J リーグ上がる前は取ってました。僕県リーグからやってるんで、県リーグ、九州リーグ、JFL っていうそのカテゴリーだ、 あの右上の紙コースによく決めてました。なので最初はあの右上から狙ってきます。ごめん、あー違う、全然違う、同じとこ僕が行きます。よしよしよし、 1個抜きました。今2球終わりました。あと残り6球、右をちょっと消していきますね。あの右下、右下、はいはい、ワンバンなしなんで、ノーバンで当てないといけます。なるほど、はい、あ違う、もう一回同じとこ行きます。おお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 お、見ました、2つ目当たりましたね。あと4球、あの2つなんで